シモシズ駐屯地で使われているリアカーリアカートは自衛隊内で使用されている多目的人力輸送車である。特に陸上自衛隊の各駐屯地では多数が活用されている。これらは正式採用されてはいないものの野戦使用の 107mm 迫撃砲 M2 運搬用カートに限っては M1A1 運搬車という正式名称が与えられている。演習においては 情報更新にて迫撃法から、水、食料、あるいは、駐屯地内の各種作業など、軽貨物の運搬に利用されている。派生品として 84mm 無反動砲、運搬専用リアカーなどもある。車両運行ができない地域においてもリアカーに物資を積載し、数人で運搬する方法もある。この際には、手で持つ部分に改良を加え、 一台のリアカーを4から6名で運搬できるようにしたリアカーも存在する。非常に重量の大きなものを運んだ場合、タイヤのパンクなども考えられるため、タイヤの修理方法や予備タイヤの用意が必要であるが、いずれも低コストで実行可能である。駐屯地の一般開放ではハリボテをかぶせ装飾した車両で作業に当たることもある。 主に鉄パイプと木の板でできたものが主流であるが、アルミ製、折りたたみ式など様々なものがある。いずれにしても自衛隊納入仕様などといったものではなく、民生品をそのままを購入して利用されている。正式化されたものではないので、式などといった名称もなく、公募相性もない。汎用品とはいえ、車体には所有している、舞台名が書かれる。隊員の遊び心で、 天気で書かれたナンバープレートや車体には軍用色の OD 色塗装のみならず、2色や4色名祭、お手製の6桁の自衛隊ナンバーを取り付け、車体の全部、または後部に桜のマークを描くなど凝った仕様もある。自衛隊の機材に付けられる名板もないが、人数としては当然計上されており、計画して購入されている。部隊の予算によっては、旧来のものが運用される。 基地通信中隊の派遣隊や刑務隊連絡班など特別な予算がない部隊は他部隊で廃棄処分になったものを譲渡され使用しているケースも多い。構造が簡単なためスクラップなどを再生利用して自作する場合もある。ヒューガのヘリ格納庫に搭載されたアルミ製、折りたたみ式、リアカー海上自衛隊においては 基本的に艦や部隊ごとで固有のリアカーを保有しており、母校である基地や航空基地等において使用する。指費を出し合い運用している。構造的には通常型のリアカーであり、軽貨物の輸送に使われる。両艦の火災や基地近隣の一般火災に対する出動の際は、派遣防火隊と書かれた登りを装備し、防火衣や空気ボンベ、ホース、レスキューツール等を運ぶ。 消防車両となる。陸自装備のものと同様、凝った塗装を施したものも少なくない。また、一部ノーパンクタイヤを装備したものもある。艦艇に搭載されるリアカーは母港以外の入港先における使用を想定し、軽量で場所を取らず、錆びにくいアルミ製折りたたみ式が普及している。港湾や航空基地では折りたたみ式でなくとも、海に近いためアルミ製が選択されることが多い。 海上自衛隊では、母港や飛行場において自転車で移動することが多く、艦長専用車や司令専用車で1差や2差が自ら移動し、自転車置き場には、艦長専用や司令専用駐輪スペースが設けられている艦もある。このため自転車を購入後にリアカーを牽引できるように、金具を付けることが多い。リアカーと同じく気候地専用の折りたたみ自転車を装備している艦もある。 金網タイプのリアカー航空自衛隊では、陸自と同じく鉄パイプと木製板のリアカーが多いが、金属製も普及している。航空機の整備に使われる多数の工具など細かい物品の一括運搬などにも使われている。防衛大学校では自動車の免許を有しないものが大半であるため、運搬作業の主力となっている。米軍の M207mm 迫撃砲には、 M1A1 という専用の運搬用カートが用意されており、陸上自衛隊でも同迫撃砲の導入に伴い、カートを M1A1 運搬車として正式に装備したという。搭載重量は迫撃砲本体 155kg、配能などの個人装備をくくりつけ、250から 300kg に達するが、多少の悪路でも走行が可能である。移動には、 T 字バーの両側に1名ずつと、車体後部に推進用人員が2名つくほか、ロープを結びつけ、最大8名程度で運行する。現在は 120mm 迫撃砲 RT の導入により、退役が進んでいる。ありがとうございます。